2000年8月、スバルインプレッサシリーズがついに2代目へと進化した。実に8年を経たフルモデルチェンジということになる。先代モデルとはフロントマスクを一新、丸めのヘッドランプを持つユニークな顔つきになった。ワゴンを除けば全幅が1700ミリを超えて大型化し、先代モデルが抱えてきたタイヤサイズの限界を打ち破った。待望の STI バージョンが姿を現したのはこのフルモデルチェンジから2ヶ月後の2000年10月。ここで登場した STI は先代の GC 型が突き当たっていた限界を楽々と乗り越えるポテンシャルを秘めていた。搭載エンジンは型式こそこれまでと同じ EJ20 型水平対向4気筒 DOHC ターボだったが、そのスペックは最高出力280馬力、最大トルク38キロと先代モデルのトルクの壁を破っていた。組み合わされるトランスミッションも自社製の6速マニュアル。タイヤは前後とも 22545R17 だが、5ナンバーボディのワゴンだけは21545R17 だった。セダンの STI は自社製ブレーキを廃止し、ブレンボ製のブレーキシステムを採用。このブレーキは横 G センサーと電子制御制動力配分付きスーパースポーツ ABS と組み合わせられ、サーキットで高い効果を発揮した。足回りは四輪倒立ストラットを熟成して搭載、ギア比の速いクイックステアリングも標準で装備していた。2001年9月には早速一部改良が施され、フロントマスクが若干の変更を受ける。さらに12月には STI タイプ RA スペック C が登場。これは徹底的な軽量化を図った上で、最大トルクを 39.2 キロまで高めたモデルで、フロントキャスターをはじめとする足回りのジオメトリー変更まで行った最速モデルであった。